僕武道館に行こうと思うんですよ。ジャンル何がいいと思いますか？まあだからあれだろう、イケメンな男の子たちのアイドルとか。アイドルですか？まあアイドルっていうかそういう大勢集めた方がいいんじゃない、一人でやるよりは。そうっすよね、確かに。その手がありましたか？1億円使います。わかりました。青白王子1億円プロジェクト。1億円武道館プロジェクト。宇宙探偵吉崎裕太武道館プロジェクトメンバーが決定しました。僕たちはこの7人のメンバーで武道館を目指したいと思います。今日はですね、大切なお話があります。あれだけ言っといてこんなんかよって思われてしまったらもう仕方ないし、うん、それが自分の実力なのかもしれないんですけど、応援してくれた皆さんには、本当に、申し訳ないなって思ってます。はい、なので、一旦この、今の現行スニーはですね、今日をもって解散したいと思います。それはメンバーとも話し合って、それが一番いいんじゃないかということに、なりました。約6000万円のお金が支払われています。実際存在しない人の人件費を払わされていました。業務自体も終わってるっていうか、60万払ってると思ったんですけど、そんな額を僕はもらっておりません。なんぼ叩かれてもいいんですけど、はい、言わないっす。人件費の架空請求、人件費の水増し請求、スタジオ代の架空請求、レッスン料の水増し請求、ダンススタジオの水増し請求、もう一個、重大な問題があって、これは、ちょっと公開するか迷ったんですけど、もうここまで来たら全部公開しようと思います。新しい事実が分かったんで改めて動画出したいと思います。そもそも知らない方もいると思うんですけど、去年の年末に3年間で1億円の資材を僕が投じて武道館に行こう、そういう音楽プロジェクトを立ち上げました。3年経ってないんですけど、半年した今約6000万円のお金が支払われています。で、そのね、お金の内訳をめぐって明らかにおかしい部分がありました。ずっと説明を求めてたんですけど、前回そのライバーのね、所属の配信者の方の生配信で、結局こううやむやになっちゃった部分があるんで、改めて僕のチャンネルで新しい事実とともにちゃんと真実を伝えたいと思います。まずその架空の人件費っていうところなんですけど、実際これはありました。そもそもこれが飯田さんの会社に払われていたお金の一覧です。合計約6000万円あります。そのうちの大半が人件費を占めています。具体的に言うと毎月約300万円の人件費払ってたんです。で、人件費の内訳がこちらです。そもそもおかしいなと思ったのが、マネジメントスタッフだったりレーベルスタッフだったり、当初から実際存在しない人の人件費を払わされていました。それについて実際どういう人がやっていて、どういう業務をやっていたのかということを報告を求めてるんですけど、未だに返答がありません。で、例えば制作ディレクターの方を見ると、森さんという方でした。この制作ディレクターは YouTube や TikTok の管理者として入ってきました。でも、そもそも僕たち YouTube だったり TikTok はメンバー自分でやってますし、自分たちでチーム持ってるんですよ。そして挙句の果てにライバーの社員でした。これに対して問い詰めたところ、ライバーの業務をやりながらこっちの仕事も手伝ってたって言うんですよ。でもこれってブラックボックスじゃないですか。でも僕はおかしいと思うんですよね。だってこれだけの人件費払ってるんですから。でもそれ100歩譲っていいとしましょう。でもね、明らかにおかしいのはこのレーベルスタッフの人とかなんですよね。実際僕だけの話じゃもうらちが開かないと思うんで、このレーベルスタッフの方さんって方に電話しました。その時の音声がこちらです。レーベルスタッフ探してて。ああ、スニーの件です。はい、概要がわからないんで。最初立ち上げガーッとスタッフ集めたりとか、正直なこと言うと2ヶ月ぐらい離れてた感じなんですよね。業務終了的な感じ電話来て、僕最初だけお手伝いした感じだったんですけど、5月で費用はもらってない感じです、はい、正直今月先月はないはずです。6月5月は稼働してないってことですもんね。60万払ってると思ったんですけど、支払われてないですかね。そんな額を僕はもらっておりません。さんチームっていうあれがあるんですけど、チームで稼働してたんですか？チームっていうのがどこを指すか僕は分からないですけど、3月4月ぐらいで業務自体も終わってるっていうか、5月になってる今もなんか請求書が来てるんで、それは働いてないですね僕は。というか、シンプルにもらってないですね。本音を言うと、手伝わされるだけ手伝わさせて、リソース紹介して、あとはもうさようならみたいな感覚です僕は。だから、なんだこれはって正直思って、僕は正直怒ってはいます。僕も正直に言っちゃうと30だけもらってました。3回かな。聞いてもらえば分かるように、そもそも僕は60万円払っていたのに30万円しか受け取っていないと。そして直近 2,3 ヶ月は仕事してないって言うんですよ。お金ももらってないって言うんですよ。でもこれを見ていただければ分かるように、僕たちはそのお金は請求されてました。一体これ何の費用だったんだって話じゃないですか。本当にライバー社にその利益を流しているんであれば、ライバー社の株主のためにやってるんで100歩譲っていいんでしょうけども、おそらく、僕はお金の流れを追ってないんで分かんないんですけど、ライバー社にお金流してないと思うんですよね。で、今現在もそういうおかしな費用についての説明を求めたり、もう飯田さんじゃ
話にならないし嘘ばっかりなんでライバー社の担当をつないでくれっていうお願いをしてるんですけど一切、連絡がなくなってしまいました。でこれ僕たちからするとある意味詐欺みたいなもんなんですよね。で実際、まあ、他にもねいろんな噂あるんですよ。例えば音楽で有名な M さんの PV を作るときに3000万円の予算をもらって2500万中抜きして500万円だけ M さんにあげたとか、そういうねなんか悪どいビューデーみたいなのちょいちょい聞くんですよ。でそういうお金のね稼ぎ方をねまさか僕には しないかなと思ってたんですけど、まあ、結果僕もバカだったんでしょう。まんまとね結局蓋開けたらこんなことになってしまいました。これも僕の落ち度ですし自分が悪いと思ってます。ただなんでねここまで憤りを感じてるかっていうともうお金じゃないんですよね。メンバーへの気持ちです。メンバーに対してね飯田さん含めてすごいなんか存在の扱いをずっとしてたんですよ、まあ、これもスニーチャンネルでもちょっと言ったんですけど、この間1週間前これが決定打になったんですけど、スニーチャンネルの方で飯田さんのね、まあ、部下の K さんって方がメンバーに掃除をさせたんですよ事務所の。でなんで僕はこんな時に掃除させてんだろうと、なんか意味あるのかなってすごい不思議に思ってたんですけど、その後ですね夜ね物音がしたからその事務所を覗いてみたんです。そしたらなんとその K さんたちが合コンしてたんですよね。これは僕はちょっとびっくりしました。その時の映像もあるんでついでに流します。こちらです。これ何をやってんの？飯田さんなんつってんの？あ、OK って言ってました。本当に、はい、誰が使ってんの？僕です。で、まあ、結局のところ YouTube の企画と称して掃除させてこれ合コンしてただけなんですよ。でこれ飯田さん許可してたって言うんですよ。で僕これを見た時にやっぱりお金の流れもおかしいし、まあやっぱ本当に不誠実なんだなっていうか、もうメンバーがかわいそうだなって思いました。でメンバーからもすごい不満の声って上がってたし、やっぱりその飯田さんがよく言うねクリエイターを幸せにするって言ってて、全然それって嘘なんですよ。本当に嘘なんですよっていう。やべえ恨み買ってる訴状が毎月 3件ぐらい来るような会社の会長なんですよ、うん、なのに僕って業界から嫌われてないんですよ、うんうん、シンプルに言って評判が良くないので、もともとですよ今回の件がある、そのずっと前からめっちゃ業界疲れてるんですよ。これなんでかっていうと、うん、誰にも裏切ってないからなんですよ、うんうん、まあ、少なくとも僕たちはこういうね使途不明のお金をたくさん払わされてこういうことになってます。そして挙句の果てに自分が都合が悪くなったら自分のクリエイターの生配信に出ていろんなねことをねいいように操作してね、自分が弱ってるかのようにジルさんの味方ですとかなんだかって言ってね説明責任を避けて、それでねなんかうやむやにしてますけど、実際起きてることはこれです。まあ、僕もあの時ねやっぱりこういうことがあったんで、まあ、全部が全部言えなかったんですけど、メンバーの気持ちとか考えたらなんかちょっと感情的になっちゃった部分もあります。まあ、それはちょっと大人げなかったなという部分もあると思うし、それはね不快に思われた方には謝罪しないといけないなと思ってるんですけど、やっぱりこういうことがあって僕も人間なんでちょっと我慢できなくなっちゃいました。まあ、本当にこのプロジェクトはメンバー一生懸命頑張ってますし、なんとかして成功させたいなって思って、少なくとも僕たちは一緒にやってたんですよね。それがねライバーだったり飯田さんのね金づるにされてたんだなってことがね、まあ、これだけ分かったらやっぱやってられないなって気持ちやっぱ正直あります。さっきねいろんなねことがまた新しく分かってきました。あの隠れ、あ、伊崎さんちょうど来た。あ、どうも、こんにちは。あ、お疲れ様です。飯田さんからも美咲さんともやり取りするなみたいな連絡は来てたんですけど、え、そんなもんおじろじに誓ったんすよ。どんなことがあっても、はい、何をしても味方でいますって。ちなみに飯田さん僕に嘘ついてませんよ。ついてないです。まあ、一個一個上げていけばキリがないんで、まあ、この動画でね一つ終わらせたいなとは思ってるんですけど、飯田さんがねちゃんとこの架空のね費用について説明してくれないんであればやっぱり後押していかないといけないと思うし、まあ、最初はそういうつもりはなかったんですけど、やっぱりここまでね不正の数が多いと最悪、まあ、弁護士さんにお願いをして訴訟するってことも実は検討してます。まあ、そうは言ってもそれ自体は生産性がないんで、ちゃんと説明してくれて謝ってくれたら、まあ、それで終わらせようと思ってるんですけど、まあ、いかんせんねいろんなことがバレてから連絡が取れなくなってしまったんで、実際本人の口から説明を受けることはありません。自分が判断してこういう道を選んだんで結局自分の責任なんですよね。まあ、自分がねいくらお金を騙し取られたって結局は自分の責任です。何よりもスニーとしてライブができなくなったりとか応援してくれた皆さんも多いんですけど、まあ、こんな形になってしまったことは本当に謝りたいと思います。本当すいませんでした。